というわけで、翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いいたします。さあ、ずっと思ったんだけどさ、はい、あのデマ、うん、なんかあいつの声聞いててさ、うん、何かに似てんなってずっと思ってた、うん、やっと判明した。なんだろう、佐田岡昌司。負け犬佐田と言われたあのね、元巨人軍の佐田を。聞き比べてみてください、今後もしこれを今見てる人はいたら。まあ YouTube とかでね、そっくりよ。聞けるでしょうけど、そヒーローインタビュー系で聞けないでしょ。佐田岡さんの声想像できます？いや、僕ちょっとさすがに世代違いすぎますけど、じゃあ後で聞かせてあげるよ。存在はしてます。そっくりよ。そんなに？そっくり。あとなんかさ、あいつやたら風呂上がり多いじゃない。多い、髪濡れてる西方でさ、はい、あれも出張族なのかな、じゃないの。なんか一年ちゃんとこのガウンなんか着ちゃってな。あそこ少しなんかちょっと裸にしてみるとかね、ね、ここちょっと健診郎さん真似てみるとかなんかすりゃいいものをさ。あ、それは今後でしょ。だって顔なしもともとしてなかったんだ。そう、ほんで下向き加減さ、このぐらいね。でもちょっとあれですよ、サマーズの大竹さんに微妙に似てる。はい、なんか一瞬おっと思うことはね、ありますから。そう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 、はい、こうすると調子こいちゃうから。でも決していい男じゃないよってのは言うとある、ね、むちゃー。はいはいはい、まあなんか佐田岡だとか思って、ちょっと後で僕は聞いてみますけど、うん、そうなんだ、はい、まあそういうことですよ、はい。まあ、でなんですか、なんかバタクとかほらネタがねえからさ、はい、なんだかんだしょうがねえからもうメドさんまで巻き込んだよ。めちゃめちゃ ね大巻き込みですよ。どう思うか知らんけど、はい、黒飴さんは喜んでくれると思うよ。だから別に悪意はないからね。まあそりゃ別にね、悪意はない、はい、表だって文句言う人っていうね。いやだってあのメドさんがって思っちゃう、楽しく面白くてしょうがないな。はい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 、まあもう勝手してるじゃないですかね。そうそうそう、打ってんだから、まあ、ちゃん打ってんだよ。確かにね、うん、そういうことありますから、ね、そうなっちゃうけど、はい、やっぱもうこのネタがない時っつうのは、まあほらチャンネル主でしょ翼くんって、ええ、ね、なんだかわかんないけどイエスマンのアスペルとか書かれてたよね。そう、イエスマンアスペルなんです。アスペルで止めるやつってあんま珍しい。アスペならわかるんだけど、ね、アスペかもうガーマで言うか、アスペルって言ったらなんか保険会社みたいになっちゃうからね。アスペル、そうそうなっちゃうって言われちゃってるし。ありましたね、はい、まあ、これはもう翼くんがなんか責任持って何か盛り上げることをしなきゃいけないと。いや、僕本当に今回のワンのイベントで、うん、ダースドラゴンとキースドラゴンぐらいしか思うことがないんですよ、ね、僕は言ってましたね、はい、あのダースはもう早々に、そう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 、なんてあのまあまあワンだったからっていうのもあるかもしれないけど、はい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 、いきなりエースであれ引きながらもんな、こんなの絶対エースやねえよなってみんなもあの時から不満あったからね、はい、うん、それが今回キースドラゴンが出たと。でまさかキースドラゴンも S なんじゃないかって言ってました僕の動画で、はい、でも A だ、ね、A でした今回ね。なんか飛車角みたいなイメージなのになんでこんな差をつけんのかなって思っちゃうわけですよ。まあドラゴン族の中ではね、まあ、一応なんかキースドラゴンの方がステータスは弱いらしいです、うんうん、でもさ、なんかこのドラクエっていうとあの通常のドラゴンをやたら目立ってるよね、はい、いやめっちゃ目立つ、よく見ますから。ストーリーの中のもうあのバトロとかどれだけ出てきたってぐらいに出てきてるよね、はい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 、よう出る。俺様の宝がどうだろうとかなんか言ってましたよね。やっぱキャラ付けも一個されてますからね。そう、やっぱこれなんつうのかな、うん、最初に出てくるちょっとデカめのキャラってやつがドラゴンなんです。なんかボスですもんね、うん、一番最初に苦戦するみたいなとこありますから。ゴーストとか、はいはい、あとあのミニデーモンみたいなもんなんですよ。あーちょっとね、うん、やだなみたいな、そんな感じなんです、キャラ的に言うと。はいはい、もうあのドラクエといったらもう忘れられないキャラというか絶対に出さなきゃいけないキャラなんでしょう。だいたいスピンオフにしたらもうキャラクターとして出てくるキャラみたいな、うん、でもなんか僕は本当にあのリアルタイムでやってて、はい、ダンスドラゴン、キースドラゴンってなんかちょっとかっこいいなっていうイメージはね、うんうんうん、まああったんで、まあ、やっとキースがね、はい、うん、出てきたものの、うん、それを考える誰でしたっけ？ 2 ってバズ・ベリアルとかって出てきたんでしたっけ？もうすでに。なんかベリアルって黄色い C のいやあれでしょ？悪魔のタイプいた気がするんだよな。でもな、バズ、あれは違うか。あ、いやでもな、いた。まあなんか僕もずっとそこも言ってましたよね。バズズとベリアルと。そうそうそう。なんちゃらがいるみたいなね。アークデーモンはもちろんいるけど、どうだったかな？でもなんかあの、開花の扉でいたような気もするな。ベリアルみたいなやつ。そのくらいですね。だん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 ね、はい、もキャラがさ、うん、なくなってくるわけよ。まあ多分いっぱいあるんですけどね。だから闇の覇者、ラオじゃねえや、竜王になるのかな。うん、でもその風になるでしょう。だから、うんうん、まあやっぱり今後もねずっとそうやって、うん、もうだって勇者だってさ結局あとちょっと出尽くしちゃうわけでしょもうね。まああのナンバリング全部やっていけば、ね、一応味方キャラがまだいるけどねっていうことになりますけど、うん、トルネコとか出てきちゃうから、ね、まあそろそろ出てきてもおかしくないんじゃねえかなと思いますけどね、うん、まあ、はい、だってローラをさ戦わしちゃうんだからさ、うん、別にトルネコ戦ったっていうね。まあ全然、まあ、トルネコしかもパーティーに
あれいるんですっけ、あれって。何がですか。トルネコはその一緒に戦うんですか。トルネコはちゃんと商人というその役職ついた時に最初にいますよ、はい、あれはあの戦闘には参加し、参加しますよ。あ、するんだ。まあまあでも使える、あの他のキャラに比べると、遊び人とかに比べるとね、へー、うん、まあそんなイメージ。あとトルネコ連れてるとゴールドが多く、あ、そんなあるもらえるっていう、はいはいはい、確かあった気がするんですけど、全然僕その辺全く分かんない。今回この動画はさ、はい、まあ、こんなんじゃつながらないのよ。ダメなんだね、はい、また誰かをターゲットにして引っ張りゃいいんだけど、言い方が悪い、まあ、そればっかりやってるとさ、はい、飽きられちゃうからね。まあ確かに、で、その辺がほら今日2000円の所持金でやってきたわけじゃんはいはいはい、ね、で、なんだか変な通知も来たりして、はい、大変なんでしょ今ね。まあもうちょっと結構大変だから、はっきり言うとね編集大変なので、まあさっきね、あの前回の動画でも言ったけど、はい、ほら、うん、プレイはあまりしてないの。まあ正直ね、してません。でもまあほら前にも言ったけど、まあ、勇者を取らなかったらもう死んだ方がいいっつってたよそれはもう分かりますよ、はい、うん、もちろんね。翼くんもほら前回何の勝ちやったか忘れちゃったけどもさ、いやあれだよ、なんかよく分かんねえ、やびなびのやつ。あれからどれぐらい止まったんですか、ジェムは。ジェムはだから今1万ちょいじゃないですか、うん、はい、それじゃ話なのよね。30年ぐらいしかできないわけです。だから僕はあのちゃんと今のロトの血を引くもの、うん、強いとも聞いてるから欲しいのは欲しいんです、うん、ただ課金もできなければ無償ジェムたまっていないゆえにやらない、うん、ただ僕のイメージだとあのキャラは受けパですね、はい、完全にやっぱり勝てガッチガチじゃなくて亀かと思った本当に。あ、そういう感じ。出らねえんだから全然嫌になっちゃう、疲れちゃったこっちも。あ、そう逆入っちゃったから最悪だからもうね。あ、だから僕はもうルーラなんか使わせない、その前にもやめちゃうからこっちはね。あ、だけどやっぱほら翼くんみたいなのはとりあえず勇者ぐらいは取っとかなきゃいけない。いやまあ欲しいけどね。開いてごらんですよ、ジェムはいくらなんでしょう、確認しようかな。やるの、うん、いくらなんでしょう。僕がちゃんとしなさいよ、ここがね見せ場なんだから録画しないとちょっと待って、もう録画したらさ、うん、やる、録画しなさい。でもやっぱほら優勝ガチャもあるでしょ。はい、ね、これだってほら考えてごらんなさいよ、これ、前回までさ、はい、もうバカみたいにガチャの種類が多くて、はい、大変だったでしょ探すの。そうですね。でも今回2つしかない、レギュラーとこれしかない、すごい。でまあ無償ジェムが、無償ジェムが14270ジェムあって、あ、じゃあ40連はできるわけね。優勝が、うん、30ジェムあります。30ってだったら残るのこれ。あと0が2個足りないよ俺。40よりひでえよこれ30だから、うん、でもやっぱほらなんだろう、1回で済ましたいとかもあるでしょやっぱ。何が、ガチャ一発でさ10連で引けたらさ、もうやめたいでしょそれだけ。それは別に ね、はい、ね、かけらとかあるんですか。かけらはある、はい、うん、で1突にはできるわけ。1突にはできます。まあ、まあ、無償ジェムでさ引いてもさやっぱり6分の1なんてクリアできると思わないよ翼。うん、課金しなさい僕ね、財布の中も2000円なわけよ、うん、課金の方が高いのよ。優勝ガチャやろ。おかしいだろ、ここはあの人にちなんでもう完コピーそれしかないでしょ。そのぐらい悲壮感漂うよ久しぶりに。マジ、うん、これはもうあの人以上よ。君主様以上よ久しぶりに出すけどね。3000ジェムじゃ足りないんですけどね、あの2級いくつしか入んないからね。2930ジェムだとあと70ジェム。4級ごめんなさい、4級。いやもう4級よこれ。4級で、あと余った分足したらもしかしたらちょっとこっちも多く回せるかもしんないよ、ね、おいマジで。D の翼を見せるしかないよここD の一族を見せるいけないよ。これはすごいことなんですよねこれね。瀕死の状態で4級課金死体蹴りというやつです、うん、だって今翼くん本当に現金もないから D で生活してんでしょそうよこれ常に D で買ってんでしょそれが。いやー、うわ、もう課金しちゃったよこれ。昨日も D で何か食べたんですか。昨日は D でお袋の味をちょっと食べましたね、うん、はい、翼くん言ってましたね、これあのなんで現金2000円だけ持ってんのかと。じゃあその2000円でなんかコーヒーでもおごりなさいよって言ったら、うん、固くなに拒否するからどうしたの。ああそうそう、もうこれはあの、ね、あれですよ、あのなんだっけな、原付の、うん、あのガソリンを入れなきゃいけないから。そうウーバーができなくなるガソリン入れないとねでガソリンスタンド行っていつも何つですか、満タンとか言わないでしょ。セルフだよセルフか、もう満でももしセルフじゃないとこだったらもう満タンって言えないでしょこれね。でも知らないでしょ、500円分とか言うじゃないの。これ500円分できないの知ってます。あ、できないの。500円分で1000円からの。あ、もうそうなんだはい、昔なんか何百円分とかできた気がするけど、ね、あ、まあ、だから店員だとやってくれるのかな分かんないけど、多分そのセルフとかだと、あの小銭入れとかがそもそもない、うん、セルフはね、だから店員だったらできんじゃないの、はい、500? 1000円分とか
だってちょっと動くのかもしれない。まあ1000円分もやるけど500円分だってあと家までちょっとみたいなところでさ止まりそうになっちゃうからさ、まあね、そこまで行ったら嫌だって感じですよね。銭がねえと思ったらもうギリギリやるしかない500円分ちょっと、うん、あれウイスキーとか入れるととりあえず動くらしいからね。へえ、なんかでやってましたよ。だから壊れんだとりあえずはやそうもちろんそのアルコールでいいんだ、うん、あのリスクはあるけどとりあえず動いたりあと傾けるといいらしいです。ああそうですね、あの、うん、この配管に入れなきゃみたいな。そうまあ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 ね、だから無償でやるぞ云々じゃなくてやっぱこの優勝ガチャ一発を積もりゃいいんだろ。そうあれでやりましょう。あれであれで、うん、久しぶりにあれでやりましょう。じゃあいきますか、うん、ふぅわあちょっとやだなこれ。本当にしかも受け場なんでしょこれ多分ね、うん、速攻では見たことないね。はあ苦しいぜこれ。もうやたら画面固まってる。どうするこれでなんか落ちましたみたいな。うわしかもこの青い姿だよ。まあでもだってどうせ1枚いや1枚だけど俺は2枚欲しいのよ。こうなったらさあーい2枚、はい、よしゃいよしゃいで1枚は見ましょうかね。1枚 OKOKOK。 あーちょっと今もうなんか若干安心した。あ、キースで。あ、やったキースとの初めてなのキース。あ、1とつだって一回引いてんだじゃん。あれチケット僕あのチケット の, あの10枚とタクポ20で30連してるんです、うん、で、うん、出てないんですよ、うん、やっと2位。ありがてえね。これちなみにダーストラゴンってもともとダークドラゴンって役目だったらしいです。昔のワンだとそのドットの文字が入らないから、うん、あのクを巣にした結果になったみたいですけどね、うん、ここかな。もう一個か。あ、さすが出ないね。これは見ていいんですね、うん、OKこれで出たらもう僕は、まあ、とりあえず課金もしてよかったねってなるんだから出るわけねえよね。鬼コンボ出るわけねえよね。俺ここに来て鬼コンね。やっぱり最後はお祈りするしかないんでしょ。するしかない。うん、ああまあほら伝授されたんでしょ会った時やり方を。あ、やってもいいって言われましたよ。うん、あ、そうなの。意思を受け継いだのも受け継いだ。うん、あの家系図に乗ったのちゃんとあの、うん、直系になったの。直系モノマネ芸人が許可を得るような感じなのかな。まあそういうことかもしれんからね。じゃあ見なきゃいいのね俺、うん、いきますよ。もう次なの。もう次、うん、ふぅいきます。よしお願いします。何を願ってんだっけな。僕は、まあ、まさにね今僕が血を継いだように今僕が欲しいのはロトの血を引きし者。僕はアヤジャスクーシャ様の血を引いてここで出さなきゃ分かれない。いくよ、スイッツ、よったー。タラコフジミはもうやだよ。これ高えか、これは高えのか、これで3000は高えか。高えうん、だけど終わんないのよ。あとあの無償でね、無償も使い切んなきゃやっぱ。無償だけど、無償も使い切った方がいいでしょ。もう、しんどいってこれ。これで3000は高えね。いや本当にもうあの言葉が知りない。鬼コンとこれだからね。マジでいらねえ、うん、申し訳ない。でも一応グラコスはケツになってるな。これで2凸かな。昔は一緒に使ったよ、うん、眠らせるあのナイトメアブレスって言うんですか、あれ使いましたよ。ああやってらんねえぜこんなもんよ本当によ。やっぱまだ足りないんだろうね。マジでなんでこんなゲームやっちゃってんだろうね。はい行くよ。出で終わりね、うん、3、4、12、3、5、15、4連できんのね。40連ふぅ、もう出てくれよ。この後にもしかしたらなんかあるかもしんねえんだからさ。あーめまいがするよこれ。頼むってマジで。久しぶりに5000とか実際まだ3000しか打ってはいないけどきちね、5000だったら肉食った方がよかったね。スキップしていいっすか。ね、はい、はい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 。肉食った方がグラコスだ。グラコス、いいよ、グラコスって。だってそれだったら今度こっちでおごってくれればよかったのにね。だったらさっきに言う、いやもうだってこんなもんだと思わんやん。こちらかって正直言って、ね、ここで課金するんだったらおごってくれよ、ね、うん、俺誰もここで課金するなんか言うてないでしょ、うん、俺も課金するカツアゲと一緒やでこれ。何やってんの本当に。別にさこんな確率だけで。あれぐらい残ってんだろ D は。D もうしない。5ぐらいは残ってんの。いやもうそんぐらいしか残ってないんじゃない。もう月半ばも行かずによ。もう本当にどうすんのこれ。これちなみに D でなんか今公共料金も払えるやつはあるらしいじゃないですか。あでもなんかダメらしいっすよ。あそうなの。あの一応そのなんか D にあの、うん、キャッシュを入金してやるのかな、うん、ちょっと僕はあんま詳しくないんですけど。それだけでじゃあっていうのはできないんだ。そうそうそう、まあそれができたらダメなんでしょうね、うんうん、はい、とか言ってる場合じゃない。
ないんだけどさ、なんか無天使ずっと青いし、まあね、でもそれできたら本当に人の拾ってもしかしたらできちゃうからさ、まあ、そういうことができないようにってことでしょ。ああもう、ああもう、これがラスト、ああもう、もう一回ある、これラストね、ラストだな。スタミナ割れたくなっちゃうんじゃない、もうでも2840チームしかないとどうしようもないどうしてくれるんだ本当に。スタミナはやっぱチームリボンのダントツ下なの、うん、もう無理なんだからさ何やってんだ本当にさ、俺どうするこれでガソリンも入れなくなったらまあいいじゃん、手押し車でやりなさい、歩いていこうかな、もうウーバーね、それはもう動画しちゃった、初心に帰ってね、自転車っていうのもあるよ、もうチャリもねえからね俺、うん、はい、終わった終わった、もう終わった終わったなんだこれ、まあ、なんだこれ、なんだこれは、まあでもね、勇者だからさ、どっかでまた引かないと、これは義務、でも長いんだよ確か、11月のいくつぐらいまであるから、うん、また来月も D でやればいい、最後もう僕もうつい D を言い方されちゃったら、まあ、かけられねえからマスタメダ作ろうか、俺、まあ、マスタメダランド150万円、 S 交換チケットはもう貯めてるからね、うんうんうん、まあ、それでもいいけどね、まあ、最悪やっぱこれはタクト配信者として勇者は全部ボットがないとやめた方がいいってなっちゃうから、やめた、本当にやめさせてくれと思いますよ、もうやめさせてくれ、おそらく配信者で勇者を欠けてるなんて人はいないんじゃないかな、それは本当にいないと思う、はい、クソ無課金でやってるやつ、やってたしても、ね、うん、さすがにこのためにだってみんな貯めてんだから、うん、俺なんか闇鍋とかホワイトで使われてたんだよ、うん、まあ、だから今回もう君主に文句言った方がいいんじゃないですか、あそっちか、買わねえじゃねえか、私今回は本当に君より念じてるよと思ったでしょ、いやもう ね、あなたよりも念じてる、そうこれもう生活費をかけてもらったんだから、ね、うん、あれだってネタかもしれないから、分かんないもん ね今先生やってるから、いやそうだよ全然お金あるんだからさそうそれで3000円、今本当に念じたんでしょ、いやもう僕の3000円と君主の3000円どっちが高いか、三上さんだって先に目つぶってる時にもう覗きに来てたからねここ映っちゃってるそれ袖グラッグしてる時どう思ってたんだお前ら本当によ、ね、まあそういうことですよ今回ははい、まあでも多分あんまり面白くないって言われるんだろうな、いやまあそうでしょう、だって俺別に人のガチャ動画見ておもれと思ったこと一回もないもんまあそういうことではい、じゃあこれでどうもあざした、つばさチャンネル、チャンネル登録してくれよな、な、チャンネル登録してくれよな、な。